はい、皆さんどうもこんにちは。武藤です。ファイアーエンブレム暁の女神続きをやっていきたいと思います。工作兵と帝国軍ってなんか、工作兵は殺しちゃいけないみたいな、そんなルールあんのかな？わかんないです、これ。ちょっと待って。訪問できる？できないのか。あれ、ノーマルって確か訪問できたような気がしないでもないけど。まあ、いっか。何、手やり？普通のやつか。じゃ、マーシャル。なんか微妙だな、微妙。弓に注意すればいいんだろうな、マーシャ。じゃ、マーシャ上からちょっと単独行動でいきたい。えい、あー、なんてことだ、なんてこった。サンダー、エルサンダー、トロン。スマブラね、買いたいんですけどね、今な、お金がないんですよ。スマブラめやりたい。もうみんな持ってるでしょ。みんなどうですか、みんなスマブラやりてー。ルフレはあれ、なんか魔導士が壊れるらしいですね、あれ原作に準拠してる。サンダー、エルサンダー、トロン。あ、え、いけるか、大丈夫。テラスタン、ちょっと待って、これウハラダ壁にするのちょっと忍びないかな。そうも言ってられんな。でもこれ届かないよな。うん、さすがに届かないか。いけ。まあ何体か回復してくれるだろう、味方が、友軍が。えい。キーン。ちょっと無理か。ハラダ地味だよな。ネフェニーとチャップが結構強いからありがたい。さあどっちに来る。お客様め、我らに武器を向けおったな。それがどういうこと。今から教えてやろう。兵たちを村中に火を放って、帝国に立てつくクリミアに制裁を加えてやるのだ。あ、確か火から、ああおお、なるほどな。なんか、あ、そうだったな、訪問じゃなくてなんか守るんだった。遅いぜ将軍、倒せるかな。じゃあソルジャー倒さないといけないな。いけるかな、マーシャー。よし、暗いな。えい、弓が怖いね。弓が村に火だと、バカなこと。クリミア騎士たちよ、民の救済、火災の鎮火を最優先せよ。うわ、クソ、1足りない。鋼があるじゃんよ。え、あ、そっか、もう待てよ、こいつに注意、こいつに注意だ。
よし。よし、オッケー。かわしたのでかい。マーシャもね、3年前かなり役に立ったんだけど、暁はあんまパッとしないんですよね。でもまあペガサスの中では一番使いやすいと思うんですけど、パッとしないな。力技速さ引き継いでるはずなんだけどな。よし、まあこいつら来るか。ハルバーディアが来るのか。くそ、じゃあどうしよっかな。ウハラだ。よし、トットと倒そう。トットとソルジャーを倒す。それが最優先。燃えてるしちゃんと。よっしゃあ、いけケビン、君に決めた。倒せないときた。でもまあここで道塞げばOK だろう。道さえ塞いでしまえば。できればかわして。さっ、ステラでとどめを刺し、よしやろう。さすがエリートステラさん。おー、守備いいね。力がちょっと魔防の方が高いって結構珍しいな。ジョフレを将軍を壁にしよう。将軍移動9だろ。9 1 2 3 4 5 6 1 8 9。もう遅い将軍。えい、これで、おう、足止めできた。あ、上に登ってくるかな、あいつら。倒せない。カリルがちょっと心配、めっちゃ心配なんだけど。大丈夫か。確か後ろから増援来なかったっけ。来たような、来なかったような。おお、よし、どうかな。お、ありがたい。マーシャがちょっと倒せ倒せ。よし、オッケー。ケビンの方が食らってない。えっと、えい。お、うお、ステラがやばい。ステラ、ステラ、ああ、よし、いけいけ、もう一回もう一回もう一回。よし、いいね。よっしゃー。こいつら多分崖はのぼ、ここ登ってこっちの家とかに火つけるかなと思ったけど来ないですね。
で、ここ一本道か。一人。地で、カリル。サンダー。サンダーファイヤーして、マカロフ、マカロフ、うん、あー、ケビン、ケビンさん、お、いいね。イエーイ、オッケー。敵を倒しまくれ、もう。んで、ソドマサ近づいてこないだろ。ジョフレが、将軍が何とかしてくる。よし、将軍はもうここから行ってもらおう。で、マカロフたちはここに、あー無理か。当たりそう、これ当たる、当たんないで、当たりそうだけどな、 7割当たるだろう。いっつ、全体的に王宮騎士団はし、なんか、うん、まあじゃ、まあじゃ、11、11、大丈夫、来ないよな。うん、じゃあ行くか。よし、えいや、やったー、ここ安全地帯でよかったな。次回復、あ、もう戦ってよ。よしよし、倒す倒す倒す。えい。お、いいダメージ。マカロフか。よし。えい。マカロフなんか力がないな。お、いいのかな、いいのかな。ザク、よし。ああ、降りてきた。ほら、やっぱ言わんこっちゃない。しかもショートスピアかな、これ。当たるわけ、よし、えいや。これカリルで取ろう、カリル。あ、おらおら、来た来た来た、弓が来たぞ。お、これじゃあ、あれじゃね、やっぱ借りる下に向かわせる。多分狙ってくるだろう。ああ、じゃあその前にここだよな。だから警備員で蓋するしかねえんだよな。微妙だな。まあいいか。これはいいっちゃけど、上から降りて来られたら困る。よし、じゃあケビンに蓋するか。薬草もちょうど持ってる。 OK で、カリルで蓋して、このアーチャーを、アーチャーっていうかスナイパーつって、こっちだよな、手槍か。倒せるね。で、ステラでこいつを取る。よし、どんくらい入る。
お、いいね。当たんないで。お願いだから。えい。当たった。将軍、早さん、早さん、早さん。おお、いいね。素晴らしい。穴がないな。バランスがいい。力カンストか。グローリーナイト。とりあえずこいつは倒しておきたいな。絶対。よし。ウハラダなんかパッとしないですね。なんかパッとしないな、この能力。来るのかな。来るな。マカロフし、こっち。マーシャは回復してから消そうか。いいね。アステラのやつを取られた。お、いいね、いいぞ。足止めしろ、足止め。いた。そいつはもうくれてやるぞ。ケビンは大丈夫かな。当たるけどな。でも追撃はされないだろ、さすがに。よし、いいね。サンスクリーンに負けてても割と頑張ってる。必殺が怖い。よし、よし、オッケー。いいね、マーシャの削ったおかげだ。これ倒せるだろう。いて、いてな、こらこら。よし、きたきたきた。あ、ミスターマカロフ、そこじゃまずかった。まあいっか。降りては来ないんだな。マーシャはここは登れるのか。じゃあマーシャに取らせるか。あ、じゃあ消すんだ、マーシャは。消すんだ。ここ。よし。いいね、いいね、ケビン、いいね、ケビン。その調子、その調子で、その調子。速さ OK。 守備がなんか微妙。うん、この辺まで行くか。ここまで行くか。いや、ちょっと怖いか。うん、ちょっと怖いな、ちょっと怖い。じゃあ一歩手前で。で、マカロフじゃなくて、マカロフこっちから。
サンダー、よしよしよし、ステラも、なんで当たんない。17%、よしよし、あ、いいね、速さ欲しいな、速さ。もう逃げるべし。ちょっと怖えな、ステラ怖えな、ステラで、こいつら普通に来る来るな。風切りか、しかもこいつ嫌だな。会話するか。薬草を使う。うん、そいつはもうくれてやるよ。その代わり倒してくれ。もう。お、いいね、いいね、いいね。えい、あれ。ありがたい。あっ、おお。当たんないぜ。よし。てか、普通に考えて槍をですね、手で投げるとか、かなりすごくないですか？あの、でかい槍をさ。本物の、おお。本物の槍投げ、あ、見たことないんですけど、普通にその片手でさ、フォンフォンって振り回してさ、ヒュッて投げてさ、それを命中させるとか、かなりすごい。片手で。いいね。あ、もう削れなくなっちゃったじゃん。じゃあ、ぼちぼち、行くか。テオノか。あ、これは無傷でゲットしたい。いった。将軍狙われすぎだ。よし。ダク。しかし倒せない。うわ。もうとっとと倒して終わりにしよう、しょう。次、マーシャでこのアーチャーを倒して、ステラ、ステラとか、もう先行こうぜ。かまってられるかも。原田ちょっと来た方がいい。んで、ここだよな。攻撃するべきかな。倒せるやつはどんどん倒した方がいいかな。でも、まあでも回復するか。回復優先だろう。うん。あ、違う違う、交換。風切りとかなかったかな、マカロフ。ないよな。じゃあいいや、これで。頑張って。とっとともう敵将倒してもう終わりにしよう。長引かせるとちょっと。ああ、当てろよ。当てろ、当てろ、当てろ。よし。いいね、いい回避。
当たらない合戦はな。ああ、茂み取られちゃったじゃねえか。手あり。さっ。こういうのは当たっていくスタイルなんだな。ああ。しかもボスの調合薬を奪うという。なんか火力が高いな。手槍装備しとけばよかったかな。かわせ。よし、倒せ。えい。道を切り開いてどんどん先に進め。うわ、工作員。工作員じゃねえか。いけ、倒せ。いけ、将軍。よいしょ。で、ここかな。スレンドスピアだろ。ボスはね、動いてくるならもうとっくに来てるはずなんで、こいつは動かない。待機型だ。迎撃型でもない。将軍で。あ、いいね。頑張れ将軍。ダク。よし。えい。オッケー。じゃあもう今回はですね、この辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。さようなら。